奴らには何かこう不思議な違和感を感じるのだが。そりゃそうだろ、魔物なんだから。いや、そうではない。何かこう倒せば違和感もなくなる。あ、いらっしゃい。武器仕上がっていますよ。ああ、ありがとう。その武器なら。なんだ。お二人にお願いがあります。お願い。兄さんの仇を討ってください。ずいぶん物騒なことを思いついたな。思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきたのはこのためなんです。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら。そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと？魔物がいるのか。はい。心は決まったか。ああ、やってやる。はい。復讐なんか良くないとかそういう感じではないよね。その憎むべき相手が一緒というかね、まあ利害が一致したっていうところもあるんでしょうけどもね。はい。お願いします。兄さんの仇を、あのロボットを殺してください。はい。ところで、ああ、本日はどんなご用ですか。逆に声のこの切り返し。はい。まあ憎む者同士ね、はい、共闘という形でやっていきましょうか。さあ、そうか、強化はできないんだよ。強化したいな。撤回はまた形状記憶合金と錆びた塊。ああ、が必要なんだ。了解。まあ、強化はまだいいか。はい。ありがとうございます。さあ。BGM ないんだけど。お。ああ。さあ、行きましょうか。はい。お疲れ様です、山です。ニアレプリカント続きやっていきましょう。ここでも魔物がいるということで、あのブリキのロボットだよね。魔物と一緒にいる。それを倒してくれと。どうやっていくんだ。あー、そっか。地下2階にまだ行ってないとこあったから、多分そこだよね。はい。行きましょう。ネズミ。はい。こっからだよね、多分。こっから下に行ってっていうルートをまだ行ってないんで、行きましょうか。で、また上に行けば、ん？ここは上行ってないね。はい。行けないんだ。左、まあ上の方か。上の方の最初に来た時に行った場所は、またね、行けば素材が手に入るし、で、強化素材かな？とかに使うんだろうと思うんだけど。まあ、そういう意味でまた来ることもあると思う。はい。これなんだっけ？下がれば遅くなってみたいな。基本全速前進。みんないいな。あれ？ファイネがいない。やばい。基本は、この、単発打ち。いびきりを利用した単発打ちがいいのかなと思った。威力がね、通常弾だと弱いんで。あ、なんかいる？あ、じゃあ、見るか。見るか。なんかめっちゃ浮いてるけど、なんなんだ。これね、倒しても結局何も得られないんだよ、こいつら。経験値ぐらいか。あ、でもこの追尾弾いいね。追尾弾が出せるのであれば、こっちの方がいいのかな。こっちの方がいいのかな。迷うなぁ。はい。あ、こっちの方がいいかもね。狙わなくていいからね。ほら。なんか素材もらえると嬉しいんだけどな、こいつら。さあ、終点ですね。
まあそんなにかな。で、こっちが行けると。はい。で、ここからか。はい。マップ切り替えね。多分左上の最深部ってところが目的じゃないかな。であれば、まあ、直行するんじゃなくて一旦下行こうか。やっぱ素材がね、欲しいんで。あ、これさ、あれ出てくるんじゃない？わー、出た。これが目的の敵ではないんだけど、おう、飛んだ。やーべえ、近づけない。さあこれで終わんない。危ない。弾合金まだ出てくる。いや、これは全部じゃないな。全部じゃなくてこれで追尾弾だね。こっちの方が効率がいいと思う。狭い。あ、回復してくれた。狭いところなら、プロの専務の方がいいけどね。当たんないと意味ないもん、ね。回収しまくって。で、ここら辺はまあ素材もそうだし、あ、終わった。金策としてもね、使えるんでね。やっといて損はないでしょ。で、下か。ほれほれ。一旦奥行く。謎のスイッチ。うわ、すげえ。すげえ。一旦入りたい、入りたい。中に入って。やべえ。あ、なんだ、はい、だ、チタン合金。ん、あ本当にここはもう素材集めだね。チタン合金がうまくいけば手に入るゾーンね。はい、これさ、爆弾で壊せばいけないか。そういうタイプじゃない。いや、ここも爆弾だよね。多分なんかいろいろやれば、ここに爆弾が湧くんでしょ。おお。お。ダマスカス。硬そう。硬い鉱石の名前でね、いるイメージがある。ここは全部でいいと思う。全部のイメージもちょ、イメージじゃない、ダメージもちょ欲しいな。武器変えようか。ちょっと槍はね、対複数は合わないんだよね。片手剣の方が強い、まだある気がしてきた。おい、痛い。こんなもんかな。うん、出さない的なやばい。 OK。あ、片手剣の方が使いやすいかもな。両手剣は？あ、両手剣はね、ダッシュからの、これが強いかな？大体これで、あ、ホームラン。フルスイング。危ない。で、撤回をそういやもらったよね。あ、ちょっと強いね。あ、すげえ、ちゃんと
武器の形してる武器と剣の形。見にくいんですけど、まあまだでも錆びているから、あと2段階強化できるんで、すげえ。すげえな。あ、フローライト。あ、なんか強化で使うんじゃないですか。おお、お前か。重っ。重い。でも一撃がすごいな。終わり？終わりか。で、帰りも出てくるし。ちょっと待って、遅い。あ、でも一撃がすごい。あー、悩むね。これは悩むね。回収して、あー、ダッシュであれば変わんないか。おお、重たい。これが110の、あ、すごく重い。だって重量が。例えば、雨の村雲、天の、雨のか。だと、あ、早っ。早い早い早い。全然違うね。まあでも、両手剣に求めるものって威力だからさ、これでいいかな。で、ここを通りたいから、ここら辺の爆弾使ってってこと。いけるこれ。あ、いけた。おお。ほら。ほら。威力がそんなないから、正直微妙だね。やればこっちの方がいいかな。おお。ね、同じ2発で倒せるのなら、軽い方がいいから。もうちょい育つまでは、これでいいかな。まあ、一応、ボス戦の時はちゃんと変えてあげるけど、装備を。ん？こっちか。なんで貯めるんだ。危ない。近寄れないんだけど。あー、ちょっと厳しいな。どうしよう。こういう相手には一発だよね。当たってるこれ。いや、そんなだね。あ、槍の方が強い。危ない。うわ、もう、やべえ、取られた。これ経験値どうなるんだろうね、本当に。あ、2体目。はい。ちょっと待って、素材がどんどん出てるから回収しないと。あー。近寄れない。しょうがないな。俺の方が早いね。危ない。チタン合金。パイ油。はいはい。結構もらったね。どうしよう。これ回復してくれないかな。あ、すげえ。あ、でも、フルにはしてくれないんだ。いや、全然いいけど。もしてくれない？多分クールタイムがあるんでしょう。はい。この先だね。ね、こっちはいけないよ。うん。はい。
まあ、下は特にもう素材しかなかったんで、あとはもう本当に進むだけだね。よっしゃ。あ、上か。あー、いいね。あ、回復してくれた。やっぱクールタイムだね。壊れたバッテリー。うわー、ミールいてすごくいいわ。回復用の魔法使いがいてね。本当になんか RPG だな。レベルアップ。ん？こいつらはレアじゃないね。まあここら辺での素材で隕作か、隕作用の敵だね。はい。ん？すげえどこ来た。これ大丈夫？おお。あー、これ素材が落ちていくやつだ。しょうがないな。すげえバチバチしてんだけど。大丈夫かな。まあ、メンテができてないからでしょうね。しょうがないけど。はい、上ね。これダメージないよね。バチバチしてるやつ。怖いんだけど。はいはい、まあここは魔物が機械と一緒にいるだなんてどういうことなんでしょう。理由が何であれ、魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。うん、主人公も大概だよね。弟くんにさ結構やべえなっていう思いはあったとしても、主人公もまあまあね、まあまだ結構か激しい感情を持ってるから。ん？1階。はい。あ、来たね。さあこの先は多分ボスなんで撤回でやる。一発目は多分関係ない、重さはね。この穴の下が例のロボットのいる部屋らしいな。よし、このまま降りるか。この穴からか。下がどうなっているかわからんぞ。迂回するのも面倒だ。行くぞ。いいじゃん。いいじゃん。俺を降りられるってどういうあれなんだろうね。お、110の早々。あ、いいね。110シリーズが揃ってきた。あー、威力は下がるけど、威力は下がるし、魔力も下がるし、重量も重いし、あれ？微妙だな。まあ今これでいいんじゃない？まあかっこいいけどね、これ。うん、まあ強化次第ってところかな。はい、じゃあ行こうか。撤回を携えてね。おお、いた。かっこいいと思っちゃったけど、これでいいかな。黒の線部はまあ一旦このままにしといて、黒の手と、そうだね、これでいこうか。でかいぞ、気をつけろ。侵入者
発見、発見、発見、排除する。魔物がいるぞ。エベ、魔物が指示を出しておる。足を狙って倒しましょう。足を、魔物を倒せ。いた。あー近寄れない。これな、排除する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 。防衛、私の職務。魔物が、くそ、あれは魔物だ、魔物なんだ。どうしたかいな。はい、近寄れない。まあ、これでもやれるけどちょっと時間かかるね。まあ落ち着いていきましょうか。基本主人公を狙ってくるから、そこだけ。はい、いいのか。遅い、遅すぎる。ためがすごいな。連携するのか。あれ壊れてってるよ。羽ばたいて。見にくいな。上から瓦礫が落ちてくるぞ。あー、そんな感じ。脱出、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 脱出。逃げる気か。外、世界、見る、見る、守る、戦う。あ、やべ、これちょっと手じゃダメだな。手じゃなくて槍に変えようか。時計はダメだよ。槍どこだ。おお、逃がすか。来い。これどうやって飛んでんだ。なんか磁力使ってパーツはつけてんのはまだわかるけど。あ、光不正、この深淵なる英知の本に。黙って戦え、クズ神、気が散る。いいじゃん、クズ神。叩き落とさないとこっちがやられるぞ。 OK、外が見たいんだね。機械にまさか心が宿るとかね。はい、すげえ。オッケー、終わりか。あれ、さあこれで最後か。おお、容赦ねえな。かいね。うん、増えた。
兄さんは違うんだけど、お母さんは確かにそうかも。こんな機会が、兄さんも、母さんも、お前さえいなければ。その辺でもういいだろう。いつがいなくなれば山に入りやすくなる。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。わかった、わかったから。憎悪と狂気では心は癒すことはできぬ。でもそうするしかないんだ。愚かな。そうだな。はい、まあ傍から見ると結構すごいんだけど、主人公も結構近いところにあるから、境遇がね、一歩違えばっていうところを考えると、なかなか他人事のようには見えないですよ。はい。ということで、なんだっけ。おー。会の断りがゲットできたんで、あとは、中世のケルベロスと、ん?と、あ、ニエか。真ん中がないね。ニエと中世のケルベロスと、か。だね。はい。はい。ということで、じゃあ今回はこれで以上にしたいと思います。はい。ありがとうございました。